有明アリーナで起きた奇跡ナンバーアンダーライン I のライブが生んだ感動の瞬間とはありがとうございます。白藤も最高です。私が子どもの頃おとぎ話の中で王子様に出会うことを夢見ていました。現実の世界ではそのような魔法の瞬間を経験することは難しいと思っていましたが先日。 有明アリーナで行われたナンバーアンダーラインアイのライブで、その夢が現実になりました。白い衣装をまとった3人の王子様、平野翔、神宮寺優太、岸優太がステージに現れた瞬間、会場はまるでおとぎ話の世界に変わりました。ライブの始まりから、観客の期待感と興奮は最高潮に達していました。幕が上がり、3人が藤を歌い始めると、 その美しい歌声に心を奪われました。平野翔の深みのある歌声、神宮寺雄太の透き通った声、そして騎士雄太の息の合ったハーモニーが、まるで魔法のように会場を包み込みました。観客一人一人が彼らの歌に引き込まれ、一緒に歌うことで一体感を感じました。その瞬間、まるで仮想の音着の国にいるような気分になり、すべてが一つに溶け合いました。 ライブの最中特に印象的だったのは平野翔がファンを見つめ手で目を覆った瞬間ですその瞬間彼の感情が伝わり観客全員が胸を打たれました涙が自然とこぼれ彼の真摯な思いがファンに伝わったことを感じましたこれこそがライブの力であり音楽の持つ魔法です ナンバーアンダーラインアイのサウンドは独特であり、ファンとアーティストを一つに結びつける力を持っています。彼らの音楽は、聴く者に勇気と希望を与え、困難な時にも前向きに進む力を与えてくれます。ライブを通じて感じた一体感とエネルギーは、まさにこの世のものとは思えないほど素晴らしいものでした。このライブの成功は、3人のアーティストの才能だけでなく、 ファンとの強い絆にも支えられています。ファンネーム ILYs の由来は No.LINE I の ILOVE の LU の Y そしてファンたちの S から来ています。このネーミングはファンとアーティストが一体となることを象徴しており、その絆の強さを感じさせます。ライブの中で候補名としてひじきやシークインモンキーズなども上がりましたが、最終的に選ばれたのは アイエルワイズでしたこの名前にはファンとアーティストが一つの家族であるという強いメッセージが込められています有明アリーナでのライブはただの音楽イベントではなくファンとアーティストが心を通わせ一つの物語を共有する場でした観客一人一人がその瞬間を大切にし心に刻んで帰ったことでしょう私自身も 彼らのパフォーマンスを目の当たりにしその魔法のような体験を忘れることはできませんこのようなライブは音楽が持つ力とその力がどれほど人々の心を動かすかを再認識させてくれます音楽はただのエンターテインメントではなく人々の心を癒しつなげ勇気を与えるものですナンバーアンダーラインアイのライブはその力を最大限に発揮した瞬間でした ライブが終わった後もその余韻は続きました観客は帰り道で友人と興奮を分かち合い SNS に感想を投稿しその感動を共有しました映像を見返し彼らのパフォーマンスを再び楽しむことでその感動がよみがえるのですそしてライブの後も彼らの活動を応援し続けることでファンとアーティストの絆はさらに強くなっていきます ファンは彼らの成功を自分のことのように喜び、新たな挑戦を応援し続けます。アーティストもまた、ファンの期待に応えるために全力を尽くし、最高のパフォーマンスを届けるのです。私はこの体験を通じて、音楽の持つ力と、その力が人々の心にどれほど深く響くかを改めて実感しました。音楽は国境や言葉の壁を越えて、 人々ををつなげる力を持っていますそしてその力は私たち一人一人の心に希望と勇気を与えてくれるのですこのライブを通じて感じたことは音楽の持つ無限の可能性ですどんなに困難な状況にあっても音楽があれば乗り越えることができると感じましたナンンバーアンダーアダラインアイの3人はその力を持つアーティストであり 彼らの音楽は多くの人々の心を動かしています。今後も彼らの活躍を楽しみにしつつ、また次のライブで彼らに会える日を心待ちにしています。そして、その時には再び、彼らの音楽に心を奪われ、その魔法のような瞬間を共に過ごすことができるでしょう。音楽は私たちの生活に欠かせないものであり、その力を再確認することができたこのライブは、 私にとって一生忘れられない思い出となりましたそしてこれからも音楽を通じて多くの人々とつながり共に感動を共有していきたいと思いますライブの余韻に浸りながら次に彼らのパフォーマンスを目にする日を楽しみに待っていますあなたももし機会があれば是非ン,ン,ンアイのライブを体験してみてください その瞬間、その場所でしか味わえない特別な体験が、きっとあなたの心に深く刻まれることでしょう。そして、その感動を共有することで、さらに多くの人々と繋がることができるのです。音楽の持つ魔法を信じ、その力を感じながら、これからも音楽の旅を続けていきましょう。ナンンバーアンダーアダインア i の3人と共に、 その旅の途中で新たな発見と感動を見つけながら音楽の世界を楽しんでいきたいと思います。この記事を読んでいる皆さんに問いたいです。あなたにとってエンターテインメントとは何でしょうかそしてナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがあなたにとってどのような存在でしょうかぜひその答えを考えてみてください。 それが私たちがこれからの未来を共に作り上げていくための一歩になるかもしれません。公演の興奮が冷めやらぬ中、ファンはそれぞれの方法で余韻を楽しんでいました。SNS には続々と写真や感想が投稿され、ハッシュタグ、ハッシュタグナンバーリングアンダーラインデイイチがトレンド入りするなど、ファンコミュニティの結束力の強さが改めて感じられました。ファン同士の交流も活発で 公演で会った人たちと一緒に写真を撮りました。素敵な思い出になりました。初めて会った人と一緒に応援できて嬉しかった。といったコメントが多数見られました。彼らの活動は、ただのパフォーマンスに止まらず、人々をつなげる大きな力を持っていることを実感しました。公演の成功は、メンバーだけでなくスタッフや関係者の尽力も大きかったです。ステージ設営や音響、 照明のスタッフが一丸となり最高のパフォーマンスを支えるために働きました特に照明スタッフの一人は彼らのパフォーマンスに合った照明演出を考えるのは大変でしたがファンの皆さんの反応を見て苦労が報われましたと語っていましたこのように舞台裏で支える多くの人々の努力があってこそ今回の成功があったのです さて、ナンバーアンダーラインアイの物語は、ここから新たな章を迎えます。彼らのこれからの挑戦と成長を、私たちファンは共に見守り、応援し続けることが求められます。新たな挑戦が待ち受けているとしても、彼らなら必ず乗り越えていけると信じています。彼らの背後には、常に支え続けるファンの存在があるからです。 ファンとの絆はどんな困難も乗り越える力を与えてくれます。ナンバー・アンダーライン・アイの成長は私たちの成長でもあります。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて私たちもまた新たな希望と勇気を得ることができるのです。ナンバー・アンダーライン・アイのメンバーがその才能と努力でどのようにして今の地位を築いてきたのか、その道のりを振り返ると、 彼らの成功の背後には計り知れない努力と献身があったことがわかります。彼らは決して諦めず、自分たちの夢を追い続けてきました。時には困難に直面し、挫折を経験することもあったでしょう。しかし、彼らはその度に立ち上がり、新たな挑戦を受け入れました。